あ、よいしょー。あ、よいしょー。この一本打ちは何を意識してますか？この一本打ちですか？一生懸命打ってます。カモジャマスです。後輩のケイちゃんです。カモジャのコンちゃんです。トヨタの中身です。これからの新入生がね、ソフトテニスを新しく始めるシーズンになりました。はい、みんなね、やっぱ新入生といえば一本打ちやると思います。あります。もうその手投げでね、こう定位置で出してそれをひたすら打つっていう練習、初心者の子はねやると思うんですけど、これってどういう意味があるんですか？これはですね、あの場所がなかったり、コートの外で、ネットに向かって打ったりするので、球を打つ感覚とか、ラケットを振るとか、そういう目的を持ってやってると思うんですけど、落とし穴もあります。はい、じゃあ今ねケイちゃんも言ってくれたんですけど、まあ、ただ一本打ちをひたすらやるだけだとね、落とし穴があるので、まあ、その辺も含めて解説、一本打ちのね解説をやっていきたいと思います。はい、それではいきます。レッツゴー。レッツゴー。はい、さっき NG で一生懸命やってますかダメっていう風でしたけど、一生懸命やるのはいいです。ただ何の意識をしているかとか具体性があるといいです。じゃあ今から自分は前衛がボレーするときはこの辺がボレーしやすいので、そこを避けて審判台の高さを通す、弾道で打つっていうのを意識してやっていきます。具体的に何かを意識するっていうのがいいことです。ではやっていきます。お願いします。ラスト2球。はい、僕が一本打ちで意識するのは、僕はこうスタンスが狭くて割と手打ちになりがちなので、しっかりと踏み込むことを意識して、このように、ね、前に行きながらこうフットワークをしてやるっていうのを意識していきたいと思います。それではいきます。意識するのはしっかり腰を落として、あの腰が高いとすごい低い打点になっちゃうんですけど、しっかり腰を落として腰の打点でしっかり打つことを意識して、この1本中やっていきたいと思います。お願いします。じゃあ僕は腰の回転を意識して一本打ちをしていきたいと思います。打ち終わりで右足が前に出ること、これを意識してやっていきます。よいしょっす。ありがとうございました。もうただのね一本打ち、今のみんなただ一本打ちをやっただけなんだけど、それぞれ、ね、意識することは違うだけでこんなにもね練習になるので、ぜひねみんなも練習をするときはただひたすらボールを打つんじゃなくて何かを意識しながらねやってほしいと思います。はい、はい、これ大事なのは何の練習をするかじゃなくて何を意識するかなので、いろんな一本打ち以外の練習でも何を意識して何が目的でやるっていうのを意識して練習をしてください。はい、はい、ではこの動画がいいなと思った方は、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。